青政殿と小早川殿は逃れる石田勢を追って沢山の城へと軍を進めた。じゃがわしらの探るところ、三成殿はケリーめと共に伊吹山へと落ちたようだ。ウィリアム、お主は天海殿と共に伊吹山へ向かえ。敗軍の将とはいえ、三成殿は油断ならぬ男。気を引き締めて参るのだ。
き残った。助けてくれてありがとな。俺は竹蔵。あんたの剣、見事だったぜ。俺もあんたみたいになれるよう修行に励むことにするよ。これは礼だ。もらってくれ。良いこしらえ物を身につけておるではないか。Come on!
はよお逃げくだされ。一つ分損しちまったじゃん。あ、足、俺の足だ。
せ。
たりとも通すわけにはいかぬ。恥を忍んで落ち延びた。ここで撃たれるわけにはいかぬ。ケリー殿の錬金の極意によって太閤秀吉様を復活させる。忠義による清廉な世の礎を。あんたにはせいぜい時間を稼いでもらうとしよう。We'll resurrect the most brutal overlord of them.山の霊水、これで三成殿も。三杯の茶を教師、十三の時から仕えた秀吉様。私は天下人へと変わりゆく太后様についていくだけであった。義を重んじ刀なき世を民と共に歩む秀吉様の描きし美しき夢、いつしか私の夢となっていた。秀吉様亡き後、その夢を汚す家康めを討てぬとは、私が誤っておるのか。なぜ殺さぬ。
地光秀殿、何故そなたの忠義誠にあっぱれ。されど人の世には忠義より重きものがあり申す。それは大義じゃ。三成殿、忠義を重んずるあまり大義に背かれますな。あなたも大義のため信長様を討ち、主君殺しの汚名をかぶったというか。されば私も大義に裁かれよう。ケリーめが、私が死した信長様を改まとして蘇らせ、再び大乱の渦を起こそうとしております。安心殿、家康殿が大、この国が太平のため、かの者を止めてくだされ。
飯ぐらいからおさらばできるの。でも、もうあの子に会えないとなると、ちっと寂しいの。
我らの城が見る影もない。全てあの女